つくの駅は、大阪府堺市西区つくの町一丁にある、西日本旅客鉄道阪和線の駅である。駅番号は、JRR32。駅所在地は、堺市編入以前の急戦牧群京村にあたり、駅開業時の大字も京本町や虚備宮本町の、ように、虚備表記だった。しかし、向こうが丘団地建設に伴って、当駅を設置する際、頻度の少ない感じに、 国鉄が難色を示した。地元と協議の結果、駅名は以前から当て字として使われていた、つくの表記で決着し、駅開業から4年後には、大技も再編されて、つくの町となり、現在に至っている。ホーム築定場に、相対式ホーム2面2線を持つ、地上駅。和歌山寄りですぐ、石津川を越えるため、川岸の位置にある、駅入口より堤防を越える。 必要のある線路が一段高い位置にあり、駅自体は、高架駅の形となっている。分岐器のない防線駅の構造であるが、踏切町時間明動対策のために、駅前後の信号機が絶対信号機に変更された、ため、停留所ではない。改札口は南側にある。南海バスのバス乗り場があり、仙北ニュータウン方面に向かって、バス路線が伸びている。対して、北側には、 改札口はなく、線路をくぐるトンネル上の通路を通り一旦、南側に出てから改札口を利用しなければならない。半話線運行管理システムの更新前は、当駅の自動放送は、上野芝駅と同様に行き先の案内が、天王寺駅、大鳥方面行きに固定された簡易型自動、放送であった。また、2009年春に改札口に散弾表示、 ホームに二段表示の LED 式発車表が設置されたが、半和線運行管理システムの更新前は、種別、行き先、時刻、乗車位置などが表示されず、列車遅延時の運行情報やマナー啓発、お知らせ、列車接近時に接近案内が流れるのみで、表示内容が限定されていた。2009年3月、コンコースと上下ホーム間にエレベーターが設置された。 大鳥駅が管轄している直営駅である。一部の時間帯は改札窓口が閉鎖されている。休止時間帯の問い合わせはインターホン越しに大鳥駅の駅員が対応している。IC カード、移行下を利用することができる。2012年4月15日をもって緑の窓口が廃止され、代替として緑の券売機プラスが設置されている。エクスプレス予約や E5489 による切符の受け取りが可能である。2019年度の1日平均乗車人員は8325人である。半和線内で普通列車のみ停車する駅としては1986年度以降、最多で、再ピーク時は大鳥駅に次ぐ乗車人員を記録していた。しかし、1987年度に、 大阪市営地下鉄道筋線が中本駅まで延伸されたことでその後は減少傾向が続き2001年度に1万人を下回った2008年度に杉本町駅を下回り普通列車のみ停車する駅でも最多ではなくなったさらに2012年度以降は上野芝駅をも下回った大阪府等計年間によると1日の平均乗車人員は 以下の通りである。南海バス過去には、南海高野線、仙北高速鉄道線、大阪市営地下鉄未動筋線中本駅行き,行きのバスも、運行されていたが、休止となり、その後現在は、堺市立総合医療センター前発着として、運行されている。つくの駅前には乗り入れない。堺市、乗り合いタクシーデマンド式であり、平日1日ご往復の運行となっている。 ありがとうございます。